皆様こんばんは。本日は2月3日節分でございます。節分ということでですね、じゃじゃん、私これから、フォー巻きを作りたいと思います。こちら酢飯ですよ。酢飯の上に、まずですね、恵方巻き何でも巻いてもいいのかな。あんまりね、関東は恵方巻きっていう習慣なかったんですよね。最近っていうか子供の頃恵方巻きなんてやりませんでしたけど、なんかね、関西の人とかあっちの人はね、恵方巻きってよくやってたみたいなんですけど、まあ最近ね、最近っていうか、まあ大人になって初めてそんな恵方巻きなんて知りましたからね。で、今年のなんか恵方巻きは毎回方角があってそっちを向くらしいですけど、今年2024年は東、北、東、東北、東北東を向きながら一気に無言で食べるのが恵方巻き。そしてですね、まあいろいろね、シーフードとか入れたいんですけど、私今日入れるのはまずですね、これツナサラダ。かっこいい。そんなもの入れる人いないかもしれないですけど、ツナサラダをちょっと入れて、ツナサラダ美味しいのよ。これ私、串流だからね、ツナサラダを入れて、そして、こちら、母が焼いてくれた厚焼き卵を入れます。デロン。そして、今度ちょっと緑色を入れたいので、こちらがね、じゃじゃん、なんだっけこれ、油菜、油菜だそうです。あ、やだ、ほほ母やってくれました。油菜を入れて、そしてね、白、黄色、緑ときたので、今度赤入れましょうかね。赤なのでガニカマ入れまーす。じゃあこちらのガニカマ、ガニカマね、ガニカマ入れまーす。はい、なんかね、入れて、そしてこちらごま昆布、ごま昆布も入れます。なんかいい感じじゃない？結構ごま昆布も入れて、あ、いい感じ、いい感じ。そしてごま昆布も入れたところに、今度もうちょっと色合いをということで、こちらさっきね、母がブロックしてしまった、なんだっけ、でんぶ、ピンク色のね、全部をパラ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 っと、いい感じ、いい感じ。なんかすごいな、自分。ちょっと見せましょう。どうですか、私の恵方巻き。これをがっつり巻いていきたいと思います。では巻きます。本当はね、巻き巣、まあなんか巣巻きがあるといいんですけどね。あ、ラップしかなかったんで。あ、上手じゃん、上手じゃん、すごいすごい。どうです、私のオリジナル恵方巻きできました。じゃあこれね、もう一つ作って母と一緒に食べたいと思います。東北東を向いて静かに黙って使うっていうことでね。はい、じゃあ食べたいと思いますよ。はい、皆様出来上がりました。2本ね、恵方巻き作りました。オリジナルですけど、これは母用に、いや、お母さんも東北東を向いて食べてください。お願いします。黙って食べるんだっけ、黙って食べるんですね。黙って食べる。で、北がこっち、南がこっち、東がこっち。東北東。ちょっと東。こっち側ね。こっち側がそうだそうです。じゃあ私食べますよ。
いやー、オリジナル恵方巻きいっちゃいますね。じゃあいただきます。じゃあこっちを向いて、一気に食べるのこれ。うん、おいしい。そう、うん、おいしい。うん、あ、しゃべってる。そうそう、はい、ああ。